ございます。お姉さんは彼氏います？はい。何年ぐらい付き合ってんの？2年ぐらい。2年？はい。どう、うまくいってます？そうですね、仲良しですね。仲良し。はい。エッチの方は週に何回ぐらいしますか？エッチ、エッチ会った時に、週に3回ぐらいかな。あ、そう。2年目でもそれは変わらずってこと？変わらないです。昔から。はい、エッチは好き？うん、うん、好き。どの辺が好きなの？イチャイチャするのが。あ、イチャイチャが好きなんだ。はい、特に何が好き？その前期の中で言ったら。前期の中で言ったら、キスとか、あとは舐め合う。舐め合う。あ、なるほどね。あそこってこと？はい。わかりました。普段オナニーはします？オナニー、そうですね。ムラッとした時に、しちゃう。はい。おかずって何があるの？ちょっと想像して、はい、想像で遊ばない時は、エッチなビデオを見て。あ、見るんだ。はい。じゃあちなみにその想像ってのはどんなの？想像は、なんかこう、犯され、知らない人に犯されてるような。あ、知らない人なんだ。もう完全にだからそのレイプみたいな感じ。レイプまでハードじゃないけど、知らない人の方が興奮するかな。そういう願望があるってこと？はい。彼氏は出てこないんだ、その想像の中に。あんまりあんまり出てこない。やっぱそれが知らない人の方がいいんだよ。そうですね。そっかそっか。うん。性感帯ってどこですか？性感帯は首とか、あとは胸とか。どうされるの好きなの？際どい感じで攻めて舐めてくる感じ。際どい感じ。もうちょっと具体的に言うと、ゆっくりじらすよ。あ、じらされたいんだ。はい。なるほどね。あ、際どいってのはそういうことね。触るか触らないかぐらいのってこと。そうです。舐めるか舐めないいかぐらいから始まって。わ、かりました。じゃあ最後に今の心境を教えてもらっていいですか？ちょっと緊張してます。あ、そう。はい。声がなんかちょっと声震えてるような感じですよ。大丈夫だよ。はい。うん。よろしくお願いします。あ、いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。彼氏に何か思うことはありますか？ちょっと今日は許してという感じ。